4月29日は園田競馬場でダートグレード競争第25回兵庫チャンピオンシップ G2 が行われます。今回は地方競馬通算3353勝、 JRA 通算1111勝、地方中央通算で4464勝のレジェンド安藤克美元ジョッキーにお越しいただきました。お願いします。よろしくお願いします。兵庫チャンピオンシップと聞いて、はい、どうですか、ワクワクとかはありますか？それなんか懐かしい感じがするね。なんか兵庫っていうだけでね、何十年以上前だからね。さて、今年からダート体系の整備に伴って兵庫チャンピオンシップの条件が変わりました。園田競馬場ダート右回り 1400m の G2 になっています。昨年までは 1870m の、レースで行われていました。で、この距離短縮によりまして、3歳の短距離路線春の頂点を決めるレースになりまして、一着賞金はなんと4000万円ということになりました。大きいですよね。急に上がった ね、 ね、僕これはちょっと陣営も目の色が変わると言いますかね。そうですね、やっぱりより一層強い馬集まるんじゃないですか。そうですよね、はい、さて、それでは今年の出走メンバーをご覧いただきたいと思います、はい、こちらになります。11頭立てになりました。さて、安藤さん、この出馬表を見て印象というのはいかがですか？そうですね、まあ、JRA のもばらけて、まあ、どこがいいっていうのは正直ね、あの馬の並びによって変わるからね、そういう部分では分かんないところあるけどね、まあ、内枠っていうのがね、やっぱりね、僕らからしたらやっぱだから、あんまり数使ってない馬だから、はい、揉まれるより揉まれない方がいいかなっていう。あ、なるほど。自分で自由に動けるところが、そういう点では相当ある程度真ん中くらいか、ちょっと外目のが乗りやすいのかなっていう気がするけどね。なるほど、はい。さて、今回安藤さんには兵庫チャンピオンシップに出走する JRA 所属馬の注目度ランキングを作っていただきます。出馬表を見た現在の注目度ランキングで言いますと、うん、はい、安藤さん、どんな感じになりますか？はいはい、はい、現段階では、A トラックスがまあ今一番注目をこの段階ではされているということですね、はい、でさらにモズミギ、肩上がり、エコロガイア、イーグルノワール、チカッパというところで、まあ、この後安藤さんにはそれぞれの馬についても詳しくお話をいただこうと思います。はいはい。さて、各馬分析の前にですね、せっかくアンカツさんがいらっしゃってるということで、はい、この兵庫チャンピオンシップの舞台、はい、右回りの 1400m で、はい、直線は 213m、はい、で4つのコーナーがあって高低差 1.23m、 地方競馬の中でこれ1周の距離が最も短いのが園田競馬場ですね、はい、そうですね、結構だから忙しい競馬になるんですよね。この 1400m 乗るとき、うん、アンカツさんだったら気をつけるポイントというのはどんなところですか？まあ、できればやっぱ先行するのが一番楽ですけどね、乗ってて、あと先行してても2コーナー回ったらもうすぐ気をつけないと、はい、後ろから早くもう仕掛けてくる馬がいるんで、まあ、その点ですから、ね、やはりね、みんなね、後ろからの馬も3コーナーではいい位置に取りたいという、普通は4コーナーだけど、はい、そのやっぱ3コーナーである程度いい位置取りたいということで、2コーナー回ってから忙しいからね。そうですよね、はい、借りました。さて、その他のデータもご覧いただこうと思うんですけれども、うん、はい、今年から距離が 1400m に変更されて条件は変わっているんですが、まず所属別の成績で言いますと、うん、ご覧のような成績になりますJRA が1着10回、2着10回、3着9回、1回だけやね、単着1回、はい、2019年に1回、バンローズキングス、後の兵庫ダービー馬が3着に入ったんですが、うん、それ以外は JRA が今独占中ということになります。そうですね、はい、だからやっぱりね、あの地方の馬で そこそこ来るとしたら、もう今の時点でかなり噂になるぐらいの馬じゃないと。ああ、そうですね、はい、もう無敗だとか、そう、やっぱりあれは強いってもう流し入れたぐらいの馬じゃないと無理かもしれないね。なるほど、はい、まあ、このデータだけ見るとちょっともう JRA を買いたくなるような、ね、データではありますが、はい、続いて人気別のデータもご覧いただきたいと思います。1番人気1着5回、2着2回、3着1回、2番人気1着3回、2着5回、3着2回、3番人気1着2回、2着1回、3着2回、4番人気以下は、2着が2回、3着5回というのがここまでになります。ですから固い決着が多いということですね。やっぱり大体3番人気以内で勝負だと思うけどね。そうですね、はい、で過去の傾向でいうと JRA 馬で3番人気以内でそういうのがもう見えてきてるわけなんですが、ちょっと目がチカチカするようなデータも持ってまいりました。園田 1400m の2021年から2023年の馬番別の成績がこちらになります。どうですか、印象として。
まあ、どこがいいってわけじゃないみたいですね、これ見るとね。ですね、はい、ただ、まあ、強いて言うなら8番から10番枠が、まあ、副賞3着内率 30% が超えて、しかも横並びになっている、まあ、強いて言うならになりますが、これはどういった理由が考えられますか。やっぱりうちはちょっとね、あの位置取り悪いとやっぱ動けるに動けないし、やっぱさっき言ったように2コーナー回ってすぐ動きたいときにうちにいたら動けないし、そういう点でやっぱ外目の方がかえって力は出し切れるのかなっていう気はするけどね。なるほど、はい、ですから、まあ、サンプル数が少ない11番を除くと、うん、1番枠が唯一連帯率 18% で、3着内率も、まあ、その11番を除けば低いというのは、うん、まあ、そのあたりですか。だから反対にね、やっぱり1番有利かなと思うけどね、はい、専用なら特にやっぱりある程度行ききれないとかえっても揉まれて動きに動けなくて力出しきれないというのも多いかもしれないね。じゃあもうアンカーさんが1番枠入っちゃったら、うん、まずこれスタート気をつけなきゃいけないなっていう感じですか。そうそう、それで行けなかったら いかに早く外へ出して自分で動けるところへつけるかっていう、だからそういう部分が難しいかもしれない。わかりました。さてアンカツさん、はい、ここまでデータをざっとご紹介してまいりましたけれども、はい、この中で何かこう、うん、構想しそうな馬が見えてきて、このランキングちょっと変わりそうなとこはありますか。あります。お、はい、じゃあちょっと変えていただいてフリップを出していただいてもよろしいでしょうか。おお、うん、まあ1番がイーグルノワール、はい、あとはまだ分かんないけどね。イーグルノワールの注目度が上がってきた、はい、これはどういった理由ですか。やっぱりね、あの園田に勝った経験があるっていうのと、その前前走がね、やっぱ大井かなんかで 1800m ちょっと長かったような気がするんで、あ、なるほど、専用になるのもプラスだし、まあ、とにかくやっぱ園田で勝ち経験があるっていう部分かな。うん、はい、園田の専用が勝ってるからね。なるほど、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。さてそれではここからは JRA の出走馬を、1頭ずつ見ていきたいと思います、はい、まず、ご紹介するのが今アンカツさんが注目ランキング急上昇しました、うん、イーグルノワールになります。さあそれでは前走の、雲取り賞をまずはご覧いただきたいと思います。枠入り完了。この時は単勝 1.7 倍に支持をされていました。で自身初の 1800m だったというレースになります。これスムーズに2番手5番のブルーさん、これに迫ってきたのは13番イーグルノワールの馬になります。2頭の後ろに16番サントノーレ、2番のローリエフレイバー、さらには4番トーセンビオラ、1コーナーカーブに入っていきます。これあれですよね、この後羽田杯を勝ったアマンテビアンコも出走してて、ね、はい、縦長になりました。前は5番ブルーさんに13番前につける競馬をしてますよね。そして16番サントノーレが迫ってきた、はい、この3頭が後ろを離して離れた4番手は9番アマンテビアンコ、並んでいるのは8番ウルトラの本職線に向きました。やっぱりね、結構4コーナー追っても反応が鈍いなという感じだけどね。そういう点では僕が見るにはやっぱりね、すんなり先行してるからね、レースとしてはいいレースしてると思うんで、ちょっと負けるのはやっぱこれ距離はちょっと長いのかなって気がするんだけどね。なるほど、サントノーレが3番手に上がってくる、先頭ブルーさん逃げ切ってこれ、結果的には4着ということになりましたが、一応関係者のコメントもご紹介しておきます、はい、前走の敗因、田中正成調教助手に聞いています、うん、太め残りだと、うん、で、まあ、あくまでジョッキーの見立てとしては距離は持つというふうに言っているそうなんですが、まあ、アンカツさんの見立てちょっとこれは止まったんじゃないかというところですね。そうですね、明らかにもう反応が鈍いからね、まあ、それが太めなのか、うん、距離なのかというところが微妙なんだけど、まあ、専用のがいいのは間違いないような気がするけどね。なるほど、だから今回戻ってどうかというところですね、はい、でさらに1ヶ月前に入球しまして、うん、今回は太め残りにならないようにシールドコースと併用して調整をしていますと。で勝っているレースは接戦が多いからいい勝負根性も持っているんだと、うん、で体も大きくなって気象面の落ち着きも出てきた。であとアンカツさんがおっしゃってたようにスタート早い、はい、ですから好スタートを切って好意で流れに乗れれば力は上位じゃないかと思える、うん、ということを話していました。ですから、うん、まあ、去年まさにこの同条件同じ条件の、はい、兵庫ジュニアグランプリを勝ってますから、うん、その条件に戻って、はい、さあどうだったんですね。そうですね、だから安定感って言ったら専用であればこの馬かなって気がするけどね。なるほど、はい、分かりました、ありがとうございます、はい、では続きまして A トラックスをご紹介をさせていただきます、うん、前走が阪神のバイオレットステークスで3勝目を挙げました。 そのレースをまずはご覧いただきます。バイオレットステークス
スタートしました。8枠2頭日本バイオレットステークスというね、霧の中のレースもどうやらスタートしたようですというレースも有名なんですが、ね、スタートして芝だからね。まずこの馬も前につけることができますよね。正直ここね、ほとんどね、やっぱりある程度前で競馬して勝ってるものが多いですね。やっぱりやっぱ専用使う馬だからね。このあたり手応えいかがですか。いや、もう一つに見えるけどね、もう一つ、あ、これで勝てるのかなっていうような手応えだけど、はい、最終的に前に出るっていうのは、うん、なかなかしぶといのでね。あ、この時は4番人気で 6.7 倍だったという馬になるんですが、うん、改めて今レースの見ての印象というのはどうでしょうか。結構渋い馬だなっていう、あ、案外こういうね、園田とか合いそうかも、合うかなっていう気がするけどね。そのどのあたりですか。やっぱしぶといっていうところが、やっぱり中央の馬場はどっちかって言ったらやっぱ軽くてスピードが出る馬場でさっと動くんですよ。そういうのがさっと動けなくて、こういう馬の方があの時計かかる馬場は合うと思うね。へ、じゃあ園田に来てまたこれも良くなるんじゃないかと。それでちょ関係者のコメントをこちらもご紹介させていただきます。宮本調教師のコメントです。デビューから4走を終えて放牧をしてるんですが、その後馬が変わっていい走りをするようになったと。で、実際見てみるとデビューまでの4戦は4着、2着、3着、4着なんですが、そこから放牧挟んで1着、2着、1着、1着、馬が変わったっていうことなんですね。まあ、気象的にも前向きになったのかもしれないし、だからこうやってのしぶといの見てるとやっぱまだまだ走る気がないっていう馬も多いんですよ。気持ち的に 前向きじゃないっていう、いやいや走ってるっていうかね、そういう部分がやっぱあの走る方に向いてきたという部分もあるかもしれないですね。徐々に改善をされてきたのかもしれない、はい、というところですね。ちょっとずるい面があるんですよね。そういう部分もあるし、まあ、本当ね、休養明けからいっぺんに安定して走り出したっていう部分もね、いいところだと思うし、まあ、俺はもうそれにね、モレイラが乗るっていうだけで、そうですね、マジックマンが乗るだけで、はい、それだけでプラスアルファ考えちゃうよね。ああ、そうですね。はい、まあ、ですからそのずるい面があるといえど、うん、モレイラ騎手だったら、そうそう、本当ね、まあ、動かすからね、やっぱり怖いですよね。そうですね、まあ、だからあんだけ追って動かなかった馬が、うん、モレイラ騎手が乗って、はい、急に動くようになったら、はい、強いかもしれないですね。うん、やっぱりね、ちょっとやっぱり注目したいですよね。はい、エイトラックス初の園田競馬場でのレースということになります。はいはい、さて続きましてご紹介するのはエコロガイアになります。はい、3歳のボバ川田騎手が騎乗予定です。それではその前走ですね、ブルーバードカップをご覧いただきましょう。スタートしました。はい、青い帽子ですね。1番ガンモシエラ、そして4番のエコロガイア、外からは6番北の引きの今うちの4番になりますね。これは距離どんなのかな。1008です。船橋の 1800m です。ここで7番のカプセルがじわっと前に出ていくか。外から来た、外から来た、3番のバロンドール行きやってきた。さらには7番の外の赤い帽子が 1.8 倍の抜けた人気だったバロンドールという馬です。その馬に迫られながらというような直線ですね。4コーナーから直線へ前ならそい。3番のバロンドール、バロンドール、4番エコロガイア、2頭並んでくる。ここから何かこうまだ一粘りと言いますかね。そうですね、なんか馬に寄せてってもう一回伸びてるような感じするんだけど、のいっぱいいっぱい粘ったって感じですね。ならこう、はい、もう一度前に出てというところだったんですが、最後見えないところから刺されて2着というような感じです。さてこのエコロガイアの印象はいかがでしょうか。今の見る限りはある程度ね、展開にも恵まれてるというか、先行結構 楽に先行して、だから それからつつかれるような感じもなかったから、そういう点ではあの案外恵まれた流れではあったなって気がするけどね。なるほど、はい、どうでしょうかね、まあその、うん、基本的には1200、1400を使ってて、うん、あれが前走が初めての1800だったんですけど、はい、距離っていう部分もそういう部分で、ああいう距離だからかえってよかった、よかったというか、あの疲れなかったからある程度我慢して持ったけど、やっぱり1002とか1004のが走ってる馬だから、1004に戻るのはプラスのような気がするけどね。あ、この馬も1004に戻ることがプラスになるんじゃないか、はい、そう思ってやっぱここ使ってくるんだからね。そうですね、はい、1200m で2勝を上げているというところで言うと、そうそう、うん、まあ、本質的にはやっぱりちょっとこう、ね、だから前走1008で負けてもしょうがない
反対にやっぱり本当の距離じゃなかったと思うけどね。これどうでしょうか、今のレースは逃げてましたけど、うん、はい、まあ、控えてもいいような感じなんですかね。と、まあ、砂かぶってどうかなっていう気はするけどね、うん、まあ、どの3歳馬にも言えることですね、うん、はい、この辺がわからない。そうですね。さて、それでは続いての馬ご紹介しましょう、うん、続いてはチカッパです、うん、前走の昇竜ステークスをご覧いただきます。芝からダートに出ていきます。 1400m ダート昇竜ステークスゲートオープンスタートしました。今コースタートを着た緑の帽子、うん、白と白に赤いラインが入っている勝負服の馬になります。まず行こうとしています。6番のチカッパ、それから8番のアイアムユーシュン、3番手その後方に固まっています。3番のウチアンシール、ウチウチを進んでいるのは赤い帽子のアンシールです。まあ、スッと後位につけてというところなんですよね、うん、まあ、ここまで見てきたのはみんなそんな感じなんですけど、やっぱり手応えもいいし勝ちパターンですよね、やっぱり。この辺りから追い出してという競馬ですね。本当だったですね。これはどうでしょうか、チカッパが最後かわしたのかという、昇竜ステークスですけれども、レースをご覧になった印象はいかがですか。まあ、先行有利の流れというのは間違いない。やっぱりね、2着も逃げた馬が2着で、はい、勝った馬もスタートして楽に2番手で4コーナーまで持ったままで、もう直線だけの競馬みたいなね、はい、ただこんなレースができればね、それなりに力出すでしょうけどね、はい、このメンバーでそういうレースができるかどうかっていう部分ですね。つつかれる可能性も今回高いですね。 それの2番手もいけるかどうかっていう部分、はい、ご懸念の通りといいますか、うん、はい、最内1番枠に入っておる、はい、チカッパでございます。だからね、これがね、やっぱ1番はちょっとかわいそうかなって気がするし、まあ、今もスタート楽にいってるけどね、はい、ただあれスタートして芝だったからしばらく、うん、そういう部分もちょっと分かんないところあるしね。でも比較的こう外寄りだったんで、うん、芝の長いところ走るんですよね、はいはい、そういう点ではちょっと難しい。ある程度いい位置いければどうかなと思うけど、園田のジョッキーだからね、はいはい、そういう点いろいろ考えて乗るだろうけど、ただやっぱ一番じゃなかった方がいいような気がするけどね。うん、ですからこの、はい、まあ、吉村騎手を信じるか、はい、一番枠をどう考えるかっていうところですね、はい、うん、この辺りの試写選択が難しい馬ですね。そう、やっぱ自分のレースできるかどうかっていうところでしょうね、はい、このチカッパについても関係者のコメントがありますのでご紹介をさせていただきます、うん、はい、中竹調教師のコメントです、うん、この馬どんな馬かというと、スピードを生かした競馬でスプリンター色が強いんだと、うん、ダート短距離に適性がある、で豊富なスピードとパワフルな部分を兼ね備えているのが最大の強み、うん、で、うん、1200m で1勝、1400m で1勝してるんですが、はい、1200m の方が 1400m よりベターだと、ただ園田は小回りだから1400でも守備範囲なんじゃないかということなんですが、このあたりどうですか、うん、距離っていう意味では。まあ、確かに距離よりその さっき言ったように自分の競馬ができるかどうかだと思うけどね。あ、なるほど、うん、短距離色が強いということはやっぱりある程度前行きたいと思うんで。そうですね、はい、行き切れば分かんないよね。スタートと同時にそうそう、なんかある程度結果が見えそうな包まれちゃうとね、やっぱりね、はい、そんな差し足があるような感じに見えないし、はい、さっき見た感じもね。そうですね、はい、ですから本当吉村ジョッキーの手腕に、うん、そうですね、期待がかかるという馬になります、はい、さて続きましてご紹介しますのは、うん、モズ右肩上がりです。それでは1着になったエーデルワイス賞をご覧いただきます。上がり離れてスタートしました。コースタートは13番のスティールマグスが切りました。その他も大きな遅れは、うん、今画面にはまだ映ってこないんですよね。外11番のムーム、さらにその後ろ固まっている2番のホーリーブライト上がっていった。もともと同栄所属の馬だったんですが、今年 JRA に移籍をしてきました、昨年の北海道競馬記者クラブの2歳年度代表馬ということになります。このレース僕見たんだけどすごい足してきたもんね。こちらのレースは全然そうのレース、今動いている馬ですね、はいはい、あ、この後ろからね、はい、外回ってね、追って追って動いていった馬、はい、今まだ後方これ2番手か3番手ですもんね。まだ画面に映ってきませんね、はい、今外から2番、まあ、外を走っている、一番外の馬、はい、これ届くのかって感じですけどね、はい、
い止める、外から一気にまとめて12番モス右肩上がりだ、ゴール12番のモス右肩上がり、10番人気 44.5 倍という人気で勝ったモズ右肩上がりですが、アンカさんレース見ての印象はいかがでしょうか。いやレースは気持ちいいですねこういう勝ち方は確かに ね、はい、そうですよね、気持ちいいですね。なかなか地方競馬で見ない差し切りですよ ね、ただやっぱあの門別の場合も直線結構長いしね、はい、差しは効く馬場ではあるんですよね。ああそうなんですね、はい、じゃあ今回どうかってことですね。その話は無理だねこの走りはこの競馬じゃこの競馬はできないやっぱり横浜はもっと前にないと、はい、そういう点ではねやっぱそのダム気じゃないなって気がするけどね。うん、なるほど、ね、分かんないよね。横浜でいい位置いるかもしれないし、はい、外かえってこれ一番外だしね。そうですね、うん、あの枠もね枠一番外で、はい、まあ、JRA 所属になって初戦で、うん、ミルコ・デムールジョッキー騎乗というところで、はい、あんまり違う競馬するかもしれないし、はい、こういう点ではねこれだけの足使うんだからねただもんじゃないかもしれないしね。ポテンシャルは間違いないんですよね、はい、ただあの戦法ではこの戦法では無理だってそのあたり、はい、ミルコ騎手がどうするかということにはなるんですが、はい、また不気味ですね。うん、ねえあんな競馬はできないのは分かってるけどやっぱ能力はありそうな気がするね、はいはい、まあ、ですから、まあ、どうなるのかというところになりますが、うん、はい、さてこれで JRA 所属の前頭の紹介が終わりました、うん、はい、アンカツさん、はい、ここで最終の注目度ランキングを発表していただきたいと思います、はい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 、一度今のランキングを一度ご、見せていただいてもいいですか、はい、現状こうなってますが、はい、まずここから変化というのはありますでしょうか、はい、少しね、おほぼあれなんだけど変更してみましたこれが変わっただけ、はい、何と何が変わったんですか。これが時間パッとこれが入れ替わってなるほど、はい、ということは、上位3頭の注目順は変わっていない、まあ、軸はこれだと思うんだけど、はい、この辺はねやっぱり乗り役も一流だし、はい、どっちがそこそこ来て似たようなもんだと思うんですよね、うん、なるほど、流れ次第で、はい、ですからはい、軸にするならイーグルノワール、うん、そう思いますね。その理由というのはさっき言ったようにその他に勝ち経験があるのと前走1008が俺は合わなかったと思ってやっぱ1004なら巻き返し十分だと思うし、うん、競馬もうまそうだしね。そういう点でこれが軸が一番硬いかなっていう気がするけど、ね、なるほど。ただあの本当素質馬ばっかりだから軸としてはこれだけどどれかに負けるかもしれない。この多分ね、あと任せたこの2頭だと思うんだけど、エイトラックスかエコロガイアか、はい、そこは逆転があるってことですね、はい、エイトラックスエコロガイアについては改めて評価はどうでしょうか、うん、そうですね。エイトラックスはやっぱりねここはあの休明けから成績安定してるっていうのと、はい、モレイラが乗るっていうモレイラですね、はい、でエコロガイアは、まあ、川田騎手が騎乗ということですが、はい、まあ、これも専用は全然、ま、一番ベストだと思うしね、うん、そういう点でやっぱり大崩れはないような気がするけどね、うん、まさか上位3頭、うん、皆さんその1002、1004、まあ、1004が良くて前に行けてというところですね、うん、そうですね。やっぱここを狙ってきてるんだから距離で狙ってきてるんですね大体ね。なるほど、はい、そして、逆転したのがチカッパとモズ右肩上がりで、うん、モズ右肩上がりが上に来たのは、うん、これはどういった理由でしょうか。かえって一番外枠で違った競馬すればあれだけの足持った馬だからね、ひょっとしたら結構素質もっと素質であるのかなっていう気がするけど、うん、やっぱチカップはね一番落ちっていうのはね、でもあのモマレオはそうだし向こう小ささいでも1000人がベストの馬だって言ってるぐらいだから、はい、ということはやっぱりなかなか器用なことはできないような気がするんで、行くか行き切ればなんとかなるような気がするんだけど、はい、あそういう点で一番乗りにくいかなっていう気がするけどね。なるほど。だからアンカツさんが乗るとしたらこれチカップだったら今一番頭を悩ませてる状態ってことですね。そうですね。これあの、まあ、なかなかもちろん行く気で行ってもやっぱりなかなか簡単に行けるメンバーじゃないからね、はい、そういう点でその時にどういうふうに乗るかっていう部分がね難しいと思います。なるほど、はい、分かりました、はい、ありがとうございます。さて第25回兵庫チャンピオンシップは4月29日園田競馬場で開催されます、即パッド会員様は JRA ネット投票で当日の園田競馬全レースの馬券を購入することができます、うん、ぜひこの安藤さんの注目度ランキングを参考にしながら、馬券を買ってみてください。またレース前日の28日は21時9時からですね、カンテレ競馬公式 YouTube で前日ライブ予想会を配信予定です、メンバーが豪華です。ミルクボーイの宇都宮さん、女と男の市川さん、それから稲戸美奈穂さんに、岡安譲る先輩が登場するということで
前日の夜からまあ盛り上がるでしょうね。そうですね。はい、ぜひ、ビールなど片手にご覧ください。本日はレジェンド安藤克美元ジョッキーをお迎えしてお送りしました。安藤さん、本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。